こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。カメラ転売をするためにリサーチしていますが、利益が出ません。利益を出すリサーチ方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いきましょう。はい。この動画でですね、以前ですね、面談ですね、であった方からですね、悩みっていうのが来ましたので、ぜひね、簡潔なんですが、ぜひ説明ですね、させていただきます。はい。まずですね、カメラ、自宅にあるカメラでも、商品を、仕入れたカメラ、なんでもいいですね。カメラ、北村さんが仕入れたカメラでも、どこでもいいんですけど、まずカメラを見ていただいてですね、まずどうやって売るかってことを考えていくんですね。で、まず売るプラットフォームですね、これをぜひ決めてほしいんですね。メルカリ、ラクマ、ヤフオク、アマゾン。ここら辺がですね、国内で販売できる、メインな、販売の場所なんですけど、どこで売ってどこで高く売るかってことを、考えていかないとですね、カメラですね、この場所によってですね、利益が全然違います。売る値段とかね。だからそのためにですね、リサーチってのは非常に大事ですので、ぜひね、このリサーチをですね、しっかりやっていただければね、いいかと思います。はい。で、その次なんですけど、これ売る商品ですね、もう最大限に出すことを考えてしまいます。誰もがですね、私の得意技はですね、とにかく利益をですね、1万円、2万円、3万円、5万円、10万円と出すことがですね、常に頭を念頭に入れて勝負しています。で、最近もですね、ある中古カメラなんですけど、約利益2万円出しました。はい。で、そういった商品がですね、たくさんあればあるほどですね、最初の出品でですね、利益をですね、莫大にですね、利益50万とか30万って出すので、簡単なんですよ。で、できない方っていうのはそれができてないんですね。なので、ぜひね、売る商品を最大限利益を出すってことをね、考えて出品する。これをですね、マスターしていただければいいかと思いますね。はい。で、3番なんですね、こちらですね、カメラの趣味の知識とカメラの転売知識の違いですね。で、以前ですね、コンサルで来ていただいた方はですね、私より明らかにですね、カメラを趣味で、カメラ数も持ってるし、数も多いですし、知識はすさまじいです。もう素晴らしいものを持ってるんですね。で、私はですね、どういったカメラ知識っていうかというと、ここです。カメラのテーマ知識だけなんですよ。なので、あとはですね、このカメラのテーマ知識はね、このカメラの趣味持ってる方よりもはるかに高いですよ、もう。で、カメラの趣味の知識の方っていうのはですね、カメラを、よく知ってるんですよ。で、どういったカメラが高いっていうのも、綺麗に撮れるとかね、そういうこれは天体に向いてるとかいろいろある。と思うんですけど、そういった知識ではなくてですね、カメラを転売売る知識、これをですね、マスターしていただかないとですね、半永久的に利益出すことはできないです。なので、自分の考えをしてですね、カメラのテーマ知識っていうのは、ね、本でも何でもいいので、勉強していただければいいかと思います。ぜひね、この3つをですね、マスターしていただければですね、利益1万円出すことはできますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE アット登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。